余裕ですか。
って絶対コメントになりますこれ。はい、パーパット。It's showtime golf。恵比寿showtime green golf パッパッ。わーほー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあご覧の結果でした。僕が3ラウンドすれば70点いける気がします。このコースできるんですよね。このコースちょっと僕好きなんで、ここで切りたいと思います。まあ今日本当は95切りたかったですけど、まあちょっといろいろレッドに教えてもらいながら、そう今ラウンドした後にもうハーフやって、はい、俺が教えながら一緒にラウンドしてた、はい、分かったでしょ。まあいろいろね、まあ、俺のさっきのゴルフ見ててお前が教えるのかよと思うかもしれないけど、撮影あるのないで全然違うんですから。確かに本当に そこちょっとね、撮影慣れしてないゴルフレンジャーこれからめっちゃ撮影する。本当撮影すると弱いですよね、大体みんなスコア伸びないと思うんです。じゃあこの後は持ち券の持ち券対ブルーレッドの、あ、ブルーレッドのブルーレッドベーストボールのラウンドがあるんで、それ楽しみですね。これめちゃめちゃ面白いですよ。面白そう。いや勝てるんじゃないかな。いやいやいや、って言ってもアンダーで回られたらもう、ここで76なんだから、いやあれなんですよ、俺はどっちかっていうとベストボール安定型が多分一人いた方がいいですよね。安定型なのかもしれないですけど、ブルーもレッドも飛ばし、いや俺意外とね、だから今日やっぱり安定しましたよね。安定してると思うんだ。変なちょろちょろなミスが多かっただけで、それ以外はいける気がするんだ。いけると思いますよ。まあ今日ちょっとレッドのキャラ設定おかしかったですけど、いやちょっとテンション上げていかないですよ。面白くないじゃん。これからちょっと変なレッド出してる意味のわからないキャラで、まあ面白かったですか、そういう感じで。次回は持ち券対ブルーレッド、ブルーレッドです。お楽しみ。